先輩、あなたのおかげで僕は暗闇から飛び立つことができた。だから僕はあなたを守りたい。あなたの期待に応えたい。そしてあなたのために戦い続ける。見ててください先輩。海、先輩の水着。ハルユキ君、さあおいで。僕は泳げないんです。辺野古ビーチだよ。うむ、よろしい。あとは自分で頑張れ。ケイ、だいぶ上達した。タオルをどうぞ。水は友達だ。能見誠司です。はじめまして。能見、お前、あれ、旅行どうなってんの。今年は忘れられない夏になりそうだな。ゲームは育成、アドベンチャー、バトルのトライアングルで進行します。プレイヤーは僕を操作し、様々な行動を選んでどんどん育成させていってください。梅里中の学園生活を体験しながら、会話の選択肢によって物語やイベントが発生します。そろそろアトラクションに行こうか。これってデート？ラブラブなデートをする。先輩だけじゃなくて、このイベントヤバすぎる。さらにバトルにも影響を及ぼします。再現されたフィールドでバトル開始です。ヘイルストームドミネーション。デュエルアバターたちが続々参戦。手加減期待するなよ。よろしくお願いします。行こう、クロ。やっ、ほらほら、回復してあげるから。次に期待。お仕置きの時間です。ギガクー、ここからは私の演目ですよ。新たなライバルたちも登場し、ますますバトルが加速。先輩、僕ゲームの中でもきっと強くなってみせます。だから見ててください。アクセルワールド銀翼の覚醒、9月13日発売予定。初回限定生産版にはここだけの OVA がついてきます。突如学内ローカルネットで発生したアバター強奪事件、最後のアサルトリンカーと名乗るダシカと、ブレインバーストとは違う加速世界アクセルアサルトで、新生ネガネビラスが事件の真相に迫る。 EX01 残響を収録。 OVA 付き限定版は2機種で同時発売です。そして初回生産特典はリバーシブルパッケージ仕様です。予約してくださいね。